持ち上げましょう。またしっかり自分の軌道を確保して呼吸ができるようにしてください。でゆっくりこの足を下ろしたり上げたりしてみましょうか。そうそうそう、近づけたり上げたり、そうで呼吸を止めないようになったりとかやってる。そうだね、まあ、できたら膝を伸ばしたまま痛いですよね。首とかが潰れちゃうからね、左の。そうですね。はい、じゃあ、片っぽずつでいいんで、足を手で持ってください。はい、じゃあ今度は横に足を倒していきましょう。そう、呼吸止めないようにこの反対にいきます。当然足が動けば体全体が動くので、円も動くし頭も動くし背骨も動くわけです。呼吸を止めていきましょう。両足つけれるかな。あ、そうですね。はい、呼吸を止めずに行きたいと思います。そうそうそう。じゃあ膝ついてみましょうか。膝をつく。あ、そうそう。はい、反対も。呼吸止めてみてね。あ、いけそうですね。寄り立ててみましょうか。こうなるね。あ、そうそう、こうやって上がれるんですよ。で、正座まで行きます。この立ち姿勢、立ち膝姿勢。はい、じゃあここから巻き戻っていけますか。はい、今
星座というか、まあ、立ち平星座です武士みたいな。で、巻き戻し巻き戻りっていう。あ、そう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 、またよ。頭がつい、膝がつい。そうそう。で、この時に足の指、指の腹をこう伸ばして、ここはあんま伸ばすことがないです。小指まで、ね、はい、呼吸の中に書いておる。このルーティンやで、ゆっくり返して、この形になってから、じゃあ回していく。ここはなるべく勢いでいかずに、なるべくこう細かくいきたいですよね。戻るときも頭から。で、常に呼吸を止めずにいきます。呼吸が止まると、かかとが硬くなってしまうから。そう、上について、そう。こういう動きはゆっくり自分の体を観察しながらやるのが一番ですね。勢いで感じながら、自分の体どう動いてるのかって自分で観察しながらね。そう、指の腹をしっかり伸ばして、背骨を立てて、はい、呼吸と一緒に慣れてきたら、自分の呼吸と動きをどんどんリンクさせて、フローにして肩。
くらならないじゃないですか、こういう形で。で、問題としては、別に背骨を固めることは問題じゃないんだけど、背骨が固まっちゃってるってことは問題だと思う。動けない状態になっちゃうっていうのが問題なので、まあ、いろんな方向に動かすことで、体に対して、もうこっちにも動けるよ、まだこっちにも動けるよってことを教えてあげる。そうすることで、普段の自分のダンスだったり、一応の動きに、動きの幅だったり、選択肢が生まれてくるので、ちょっとした自分の表現の時に、あ、こんな風にも動くんだ、こっちにも動ける、あ、こんな風に広がるんだ、ことがあると思います。なんか家とかでやってみる、あ、家でできるならもちろんやった方がいいですね。そうだね、まあ、最初ここから始まって、でポイントは呼吸とセットになってるってことですね。呼吸を常に止めずに、こう自分の背骨に対してエネルギーを送り続けて、でこの時も一緒ね、常に呼吸でエネルギーを供給し続けながら動いていく。まず最初これを下ろしてあげてっていうのをやる。で足触る、そう開いたり閉じたりする。こうやってやったりするのも背骨がいろんな方向に実際に動くので、この辺だったりとか、で今度は横に倒す、そう。この時も足だけが動くんじゃなくて、むしろメインは背骨なので、背骨がどう動くか、動いていくかっていうのをこう観察しながらやるんですね。そうすると頭も動くと目も動く。で動きに集中しすぎると呼吸が止まっていることがあるので、常に呼吸を供給する。そうです。そしたらどんどん進行していきます。膝を締結、最初は離れたら、次は両膝、両膝も頭をつけたままつけていくというね、呼吸止めない。そう、頭をつけたまま両膝をつけようとすると、かなり背骨を弱曲しないといけない、ねじりながらすごい複雑な形になるんですよ、背骨が。これってなかなか普段の生活でこんな形にはならないと思って、で可動域を出して、でも結構かなり動くんだよね、自由に背骨って、動かせ、動かしてあげれば、動きを出してあげればかなりいけると思うので、これをやっていくって感じ。で、ここからこれもかなり複雑な形になっていますので、ここは戻っていくか正座に。ここからちょっと脳トレ的な要素があるけど、さっきので頭から戻っていく。この形を通ってるから、こう通って、そうなんで、そう、頭まで背骨あるからね、頭の尻尾まであるので、結構複雑な形になってますよ、これが。そうそうそう。
そうだね、ゆっくり呼吸を止めずに自分の体がどういうふうに動いてるかっていうのを観察しながら、最終的には自分の呼吸と動きをこうリンクさせてフローにしていくというか、フローっていうのは 波ね。まあ、1日1回やれるときにやるというか、10分ぐらいかな。そうですね、結局背骨の可動域が広がるっていうことが全ての動きの広がりにつながってくるので、真ん中がやっぱり固まっちゃうと動きがかなり制限です。背骨の動きも伸展、屈曲、側屈で、ねじる動きっていうのがかなり複雑に組み合わさっているんで、まあ、いろんな動かし方をしてどんどん自分の背骨がいろんな動きができるようにしていくと、自然と動きの幅はそこから広がっていくと家でできそうですね。家で本当そうだね、1日10分でも